はい、どうも、ネギチです。今回ですね、福地道場というところに来ております。早速登場してもらいましょう。福地さんです。お願いします。おっす。白蓮会館、はい、所属の中力の世界チャンピオン、よろしくお願いします。よろしくお願いします。世界チャンピオンですよね。そうですね、一応そうなんですけど。やばいっすよ、本当に。何度か YouTube 見させてもらってます。ありがとうございます。蹴りがもう怖くて。そうっすね、まあ、一応蹴りは得意技だ。特技なんで、はい、ボディがやたら効かないという企画もやってるので、はい、よかったら今度ぜひ見てください。あの福地さんのチャンネルの方ではあのレスリングをやってますので、はい、よかったらそちらもチェックしてみてください。で、今日はちょっとフルコンを学びたいと思いまして、ちょっとスパーリング、はい、お願いしますか。はい、スパーリング終わった後、はい、またちょっと。わかりました。じゃあ初っ端からやりましょう。はい、もう結構レスリングで温まってるんで、はい、スパーリングをしていきたいと思います。いきましょうか。はい、じゃあちょっとサポーター持ってきたんで。ああ、お願いします。着ないと本当に危ないんで。はい、着替えましたのでちょっとルールを、簡単に説明します。はい、試合時間は3分で、はい、まあ、攻撃は顔面パンチと喉とあと筋的の蹴り、まあ、打撃系はなしなんですよ。だ蹴りの顔面への蹴りはありです。OK、で、あとは掴みと引っ掛けはなしです。ああ、なし。もうそれ以外はあと押しか、押しもなしですね。あ、こと押しちゃった。そうなんですよ。試合の勝ち負けは相手を倒したら、顔蹴って倒したり、ボディ蹴ってロー蹴ってダメージ与えて倒したりしたら勝ちで、やっぱ上のレベルまで行くとなかなかそういうの倒れるの難しいんで、はい、倒れないけどちょっと効いたぞとかあるんですよ。そしたらもうそのダメージ与えての勝ち、はい、もうそれもどっちもなかったら手数と足数たくさん攻撃出した方が勝ちを審判が見て判断する。そうです。やっぱ大体その辺の優劣ってつけるの難しいんで、そうですね。なんでその引き分けがすごい多くなってしまう競技なんですよ。だからもう最後までもう本当に強かったやつが勝ちみたいな。ですよ。今日は何分？2分。2分でいきましょうか。お願いします。はい、じゃあ2分でやっていきます。いきましょうか。はい、正面にやい、押す、押す、お互いにやい、押す、押す、構えて、よし、始め、よし。聞かされてしまったら致命的なんで、殴ったことのない感じが。うわ、力めっちゃ強いです。マジで強いです。はいですか。で、あの蹴り方めっちゃ上手ですね。ロー、すごい上手です。はい、いけますね。マジでいけますよ。マジですか。はい、基本狙うのはボディ、ボ、まあ、あと胸とボディ。あ、胸もある。胸もあるんですけど、でも胸とかだったら効かない。そうなんですよ、骨折れるぐらいで。はい、骨折れるぐらい。骨折れるぐらい。
やっぱ骨折れるのも結構やっぱ胸骨もう結構難しいんですよ。はい、でボディの方がやっぱダメージすごいたまるんで、みんな大体胸を振ってボディ入れる入れるとかって感じですね。はい、まずローキック。はい。下段っていうんですかね。そうですね。総合で使えるやつがいいですもんね。どうしたら、はい、やっぱ総合の人の距離って多分こんぐらいだと思うんですよ。でやると思うんで、空手のローだと腰回してこう蹴っちゃうんで、絶対多分刈り取られると思うんですよ。でまあ僕らもやってるローキックはこう下から前蹴り蹴るみたいな、多分あんまこの蹴り方やる人いないと思うんですけど、みんなローキックこの足のこのサッカーボール蹴るとこいけるんですけど、僕らが蹴ってるこの横側でこう蹴ってる蹴り方があって、多分それだったら体勢も崩れずにこのままパッとこう蹴れるんで効くかなと思います。で蹴り方が普通のロックだったら結構腰入れてもう膝とかかとの高さ一緒ぐらいで上からこう落とすみたいな、こう蹴れるんですけど、今だったらもう本当に下からムチのように、うわぁもうムチのように下からトントン、はあ、これだったら体勢も崩れずにスピードもスナップでパッと蹴れるんで、もしこのままガンガンパンチでもタックルきても、はあ、反応できる蹴れると思う。ちょっとそうです。でもっと膝まっすぐ、そうです、そのままあそう、あめっちゃ痛い、あそうそうそう、そう、あもっと強くいいですよ。そうそうそう、で今当たってるのがここなんです。で膝だって怪我しちゃうんで、もうちょいあすいません、当たるところ、いやここ蹴った方がいいです。この膝のちょっと上の筋肉薄いところあるんですよ。はそこになって、あそう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 、あめっちゃこれきますきます、せーの、蹴られてみます、痛い痛い、これきます、絶対きます、はい、あ痛いです、あ今のいいです、今のいいです、そうそうそう、痛いです、痛い、だからそうなんです、これ力あんまりいけないじゃないですか、はあ、ちょっと蹴らして力いけないんで、こう何発もうわっって蹴れるんですよ、はあ、だって総合とかだったらタックルしても切れるし、もうこのままずっとダメージ与えます。やばい、これめっちゃいいや、なんか興奮してるわ多分総合で使えるローキックだから、カーフキックちょっと似てますね、はあはあ、カーフキックだったらやっぱふくらはぎなんで、はあ、カーフキックもやっぱ横から回していける蹴り方と下から蹴る蹴り方、はあ、どっちもあると思うんですけど、やっぱ体勢崩れないところはまっすぐだと思うんで、自分は下からこう蹴った方が痛いかなと思うんです、はあ、それを少しだけちょっと上に上げてローキックに、うわーできれば感じですね。これが一番音総合に合ってるんじゃないかなと思って。これ慣れっすか、これこれ慣れていくの、慣れです慣れです、すごいスマイルで慣れですよ。僕らのやっぱ空手はその、まあ、多分レスリングとかもそうだと思うんですけど、やっぱ怪我して練習休んだりする人いるじゃないですか、はあ、怪我しても怪我してるところを見せるなっていうのが、はあ、もし例えばローめっちゃ効くじゃないですか、はあ、前日、練習で効いて次の日も練習であります、はあ、やっぱ弱い人はもうちょっとロー効いてるんでここなしでって言うんですけど、はあ、本当上のレベルまで行ってくると効いてても、これをどんだけここを蹴らせないようになしながら戦うかっていうのがあると思う。それもそれで少しずつ打たれ強くなったりとかしていきますね。うわ今空手の精神きた、空手の精神きた、うわなんか心に刺さったっすうわちょっと喝入れられた気分する、おっす、おっす、まあ、あめんなよ、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、じゃむちゃくちゃ勉強になりました、嬉しいっすね、本当に、いや本当に貴重な時間ありがとうございます、ありがとうございます、楽しかったっす。やっぱ他の競技やると本当楽しいっすよね。楽しいっす。なんかもう好奇心しかないっす。嬉しいっす、嬉しいっす。マウスピースつけてたな、俺。はい、ありがとうございました。これから教えてもらってもいいですか。あ、ぜひぜひ。まあ打撃なら、まあ、ある程度は教えることは、はい、教えられるとは自分も思いますので。ちょっと打ちすぎるんで。はい。ちょっと教えてほしいです。トップを目指して頑張りましょう。はい、お願いします。じゃあそれではまたありがとうございました。ありがとうございします。よし、よし、はい。